皆さん、こんにちは。IT 支援力アップミニ講座、B2B 取引へのネット導入の先にある世界について、中小企業支援アドバイザーの吉田からお伝えします。B2BEC は、ネットで事業者間取引をすること、つまり、個人でネット通販するのと同じ環境を顧客企業の担当者に提供すること、というように説明することができると思います。ただ、B2B のビジネスならもっと突っ込んだことも考えられるのではないでしょうか。この動画ではただ普通に B2BEC を導入するだけではない、その発展系を一つ紹介したいと思います。これを DX などにもつながる IT 活用の考え方として参考にしていただければと思います。まずはその前にその発展系の元となる考え方を2つお話しします。1つ目は物からことへ。この言葉が世の中で言われるようになってから随分経つと思いますが、ビジネスを変化させていくときの基本的な考え方の一つだと思います。具体的にこの商品を売っているというビジネスから抽象化して、お客さんのこういった活動を支援しているというビジネスで、そのような考え方です。二つ目はコネクテッドなビジネス。コネクテッドはつながったという意味で、コネクテッドカーといえば、ネットにつながって他のシステムとデータをやり取りしながら動作する車です。近くを走る車同士が連携して事故を回避するようなことも将来的には可能になると言われています。同様に街のいろんなものがつながったコネクテッドシティ、産業のいろいろなものがつながったコネクテッドインダストリーズというようなものも提供されています。ビジネスにもこのようなコネクテッドという考え方は取り入れることができると思います。それでは B2BEC の発展系の例として印刷会社を題材にしてお話をしたいと思います。ここで軽く印刷会社の EC 化について概要を説明しておきます。印刷は基本的に受注ごとの内容は異なるので受注生産になります。営業はルート営業など対面になったり、電話ファックスで受注を受けていたりというような世界でしたが、商品を提携の印刷物に絞り込んでネット通販することで全国から注文を集める EC 化も割と前から進んでいます。ただ大量に印刷する仕事が減ってきて小ロット化も進んできているので、小ロット化でも利益を出せる仕事の進め方だったり、仕組み化、自動化も一部の企業ではありますが進んできています。それによって全国から集まってきた小ロットの注文を低コストでさばいて利益を出す。ここまでが基本的な EC の範疇だと思います。そしてここから発展系の話になります。物からことへということで、印刷会社をただ印刷物を提供するビジネスではなく、顧客企業の業務を支援するビジネスと捉えています。マーケティングを支援したり、製品の製造を支援したり、コミュニケーションを支援したり、その先ではもはや印刷会社とは言えない別の何かになってしまうかもしれません。そんな未来を見据えつつ、客との接点である EC の部分、ネット発注システムの部分に注目して業務支援を考えていきます。ネット発注システムによる顧客業務の支援を考えるにあたっては、そのシステムが重要になってきます。どのような支援ができるかということが自社の強みに直結しますので、できれば顧客業務に合わせたシステム開発ができるようになりたい。そうすると、自社の強みとなるシステムを外部にお任せするのではなく、内製化、手の内化していき、常にタイムリーに改善し続けるという戦略を取るというのも、特にこれからの時代には重要になります。今、大企業から中小企業まで、いろいろな業種の企業がエンジニアを採用するなどして、システムを内製化する動きがあります。社長や後継者が自ら開発に取り組むケースもあります。従業員個人に備わったスキルや能力に依存しない、組織全体の能力を構築していくのがシステムを内製化するということになるかと思います。システム内製化の体制を作ることで、顧客企業ごとにアレンジした支援サービスを素早く作り込むことができるようになります。ただ、裏側の仕組みまで個別になってしまっては効率が悪くなります。顧客との接点は個別にアレンジされた別のサービスのようになっていて、でも、裏では同じ印刷機で印刷しているので、印刷機の稼働率が高まる。
というような仕組みにできるだけしたいわけです。もちろん例外となる仕事も出てくるとは思いますが、7割8割の仕事が同じワークフローで進められるように合わせ込むことを目指したり、それは場合によっては社内での業務の進め方、ワークフローを作り変えることも含めて検討していなくいかなければ実現できないので、一部のシステムだけ外注に出して開発するということは難しくなってきています。どのシステムもワークフローも従業員の動きもあくまで事業全体の中の一部ということです。では具体的に顧客企業の業務支援の例を2つ見ていきたいと思います。1つ目は顧客企業が販売会社で本部と複数の店舗があり、本部でデザインした販促物を店舗で利用するというようなケースです。この販促業務をネット発注システムを通じて支援しています。まず、本部で販促物のデザインをネット発注システムに登録できるようにしています。店舗はネット発注システムに登録されている販促物の中から必要な販促物を選んで、必要な時に必要な量を発注できます。それと印刷会社では発注のあった販促物を印刷加工して店舗に直接納品します。そして店舗では販促活動ができると。本部ではどの店舗がいつどの販促物をどれだけ利用しているかというデータが見られますから、それと店舗の売上などの参照して分析していきます。それは販促物の企画デザインにも反映していくわけです。ただ印刷物の発注ができるというだけではなくて、顧客企業の販促業務の流れに合わせてネット発注システムを作り込んであげるということで、顧客企業側は余計な在庫もなくて、非常に販促活動がスムーズになっていると思います。でも、印刷会社の工場の方に伝わってくるのは、他と同様の印刷の受注情報ということになります。なので、工場の中だけでは見ると、特別なことはしてないと。ということになります。二つ目の例は、顧客企業が製造業でジャストインタイム生産をしていきたい。ということで、製造している製品の製品マニュアルの在庫をできるだけ減らしたいケースです。このマニュアルに関する部分をネット発注システムを通じて支援しています。顧客企業の基幹システムで管理されている生産計画に従って、顧客企業の工場内っていうのは製造工程が回っていくわけですが、製品が完成して梱包されるのに合わせて、マニュアルも一緒にパッケージングしたいわけです。そこで、ネット発注システムに外部システムと接続できる口として、API などを用意して、顧客企業のシステムとつながるようにしてあげました。顧客企業とコネクテッドな印刷工場ができたということです。そこから、顧客企業の生産計画に基づいてマニュアルが発注されていって、印刷会社では印刷加工がされて、で納品される。顧客の工場側は全く在庫を持たないわけではないにしても、余計な在庫をなくせますし、マニュアルの在庫管理や発注というものが楽になります。顧客企業にとってこの印刷会社は、ただの印刷物発注先ではなくて、生産性向上のためのパートナーというような位置づけになっていると思います。まとめです。ものからことへと言いましたけれども、顧客ビジネスの支援ができる仕組みを作るのが B2BC の発展系のベースとなる考え方です。コネクテッドビジネス、顧客ビジネスと自社ビジネスをつなぐ接点になるのが EC の仕組みです。仕組みというのは自社の能力だということで、それを自分たちで高めてコントロールしていくというのがシステム内製化の考え方です。さまざまな顧客企業にサービスを提供していくには、受発注の部分だけではなくて、自社のビジネス全体、業務全体を最適化していく必要があって、そうすることで生産性の向上が図れるということが言えます。EC の導入ができていない事業者が多い中で、その先まで考えての支援の機会はあまりないと思われるかもしれませんが、こうした方向性が頭の中にあって支援するのと、ないのとでは違ってくることもあるかと思います。今後の経営支援の中でお役に立てば幸いです。
ご視聴ありがとうございました。